さあ、おとっどうも、今井俊介です。サルブ、川村明人です。さあ、川村さん、はい、今年1年、もう終わるねえ、あっという間に12月になってしまい、はい、どうでした、今年1年は。やっぱりコロナ禍でですね、そう、まあ予定していたコンサートができなかったり、うんうん、楽しいこと、旅行とか、うんうん、コンサート見に行くとか、そういうこともね、いろいろ中止になってしまって、そうでしたね、自慢の1年だったと思いますただ、まあそういう中でね、はいはい、体を鍛えることができた。あの時間ができて、まあ、基礎体力をつけようっていうので、今年はねもう徹底して、まあ、去年からもうずっと続けてたジョギング。そうなんですね、ずっとしてるんですね。今もう毎日ね、今日も走ってきましたけど、あの10キロまあ来年の目標もね、今日は兼ねてこうやって言おうかなと思ってたんですけど、うん、来年はね、なんとか1日10キロ365日音楽以外のことで、やっぱりまあまあ、視野も広がりますしね、まあ、それ以外のこともいろいろ興味を持って、あの来年もね積極的に。今年はどこ行ったんですか？10月にようやくこう緩和されて、うんうんうん、あの軽井沢にあプリンスホテルの、あ、はい、スキー場のコテージがあるんですよ、はいはい、スキー場の下に、うん、久々ですよね、家族でそんな旅行行くなんて。うん、今井さんは？旅行はしなかったです。大空隊に群馬行くぐらいですね。ああ、実家に。実家あの地方公園で熊本行ったりとかした時に、熊本城行ったりとか、はい、もうあの修復も終わってって感じですか？いやいや、全然そういう、だからコンサートで久々にその地方に行くことができたのは思いですね。ああ、ようやくこういうこともできるようになったんだなみたいなね。オペラ公園も大変ですよね。だからバータリンから先ぐらいじゃないとマスク外せない状況みたいな。はい、ですよね。うん、あの今年はだから合唱のメンバーはみんなマスクをつけて合唱したり、そうそうそう、あと私たちも今月終わったオペラも5日おきに PCR を、まあ、みんな受けなきゃいけないという状況になったり、これ話してると今年の総括が非常に暗くなりますよね。まあね、誰を責めることはできませんし、明日は我が身でね、誰がなるかこれ分かりませんからね。じゃあさ、来年はどこに行ってみたいですか？行くんですか？どこ？じゃあ来年のなんか目標とかではないですか？目標もちろんそうですよ。だから目標は来年は絶対春、暖かい時期に暑くなる前にバリトンコンサートをやろうっていうのを目標にしましょう。いや本当ね、これね、早く提供したいし、ずっと話してるんですよ。そうなんですよ、これ真面目に話してるんですけど、ずっと話してる。とにかくお客さんが安全に来てくださって、うん、で楽しんで帰っていただくまではとりあえずはお休みにしようという2人の意見だったんですよ。もうね、決まったらもう大々的に毎日のようにこうやって2人で宣伝しますから。毎日宣伝するの？YouTube で絶対やりましょう。待っててください、待ってて、はい。他にですね、来年のその抱負とか目標みたいなものは今井くんはあるんですか？うん、まあそうですね、またいろいろなオペラに参加させていただいたりとか、大きい舞台に乗れたら嬉しいなということと、あとは行けてない地方公演でもソロコンサート自分でやっていきたいなと思ってます。 あとは、まあそういったコンサートじゃなくても講演会のイベントみたいなところでちょっと細かいところもカバーしていけたらなと思ってます、はい、それは絶対やりたい。川村さんともいろんなコンサート、いろんな地域にコンサート行きたい、ね、前から話してるのはだから長野とかと自分のまず故郷に2人で行ってコンサートしたい。ね何この温度差川村さんは来年はどっかこうやってみたい、行ってみたいとか、海外行けるよ、行けるようになりましたってなったらまず一発目どこ行きたいですか？そうですね、もちろんイタリア行きたいですけれど、うん、家族と行くんだったらハワイとか。ハワイね、南国が好きです。あの寒いところで育ってるんで、一度その暖かいところに行くと、この人がみんな開放的だったり、もう格好がこうカジュアルで、その雰囲気だけでもうなんかリラックスできますよね。伊丹さんが、来年行きたい国っていうのは、はい、もうダントツイタリアです。は、はい、あとはね、やっぱりそれこそ暖かいところ、まあ、ハワイとかじゃないですけど、僕はやっぱ沖縄、小浜島に行きたいです。行きたい、うん、行ったことがないからちょっとあれなんですけど、もうね、自転車でとか
まあ軽自動車なかったらもうレンタルしたらもう最高に簡単なんですけど、自転車でもねもう本当に1時間2時間ぐらいで一周できちゃうぐらいの島なんですよ。ね、昔からあと釣りとかも結構好きですもんね。あ、そう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 、ね、アオリイカってすごい大きい、はい、まあこのぐらいからやっぱり釣れるんですけど、はい、だから大きいサイズになるともう2キロとかこんなのあるんですよ。ほう、イカでですか。イカで、うん、来年また落ち着いたらね、ぜひ釣りにもね、はい、行っていただいて釣りやりましょうか、 YouTube で。はい、じゃあ終わります。いやいやはい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今井俊介でした。河村明人でした。バイバイ。じゃあ